ウェザーニュースキャスターの武藤あやめです。1月8日金曜日の全国の天気をお伝えします。非常に強い冬型の気圧配置が続きます。そのため北日本や東日本の日本海側では雪が降り、大雪や吹雪に警戒が必要です。視界不良や着雪による停電にもご注意ください。不要不急の外出は控え、無理な車の運転もやめましょう。また西日本の日本海側でも雪が降ったり止んだりの天気、山沿いを中心に積雪の増加にご注意ください。九州は断続的に雪が降り強まることもあります。記録的な大雪となる恐れがあります。また平野部でもしっかりと積雪する可能性がありますので、路面状態の悪化にもお気をつけください。一方、太平洋側では晴れるところが多くなる予想です。ただ東海や近畿、そして中国四国エリアでもにわか雪の可能性がありますので、空の変化にお気をつけください。沖縄は雲が多くすっきりしない天気、にわか雨の可能性がありますので、雨具があると安心です。気温を見ていきますと、東日本や西日本でも朝晩は氷点下まで冷え込み、水道管の凍結が懸念されます。北日本は広く真冬日予想です。万全な防寒でお過ごしください。では雪風のピークも見ていきましょう。赤色で塗られている時刻は暴風に警戒、黄色の時間帯は強風に注意、そして雪アイコンがついているところでは強雪に注意が必要です。こういった時間帯では外出困難、危険な状況となりますので、しっかりと確認を行ってください。以上、全国の天気をお伝えしました。